してください。のりまき先生、ワンポイントありがとうございます。ヒロさん、かっこいいさり方。本当にすごいですよね。私もいなくなっちゃったと思ったんです。すごかった、びっくりしちゃいました。 ヒットさん、さすがの浴衣、さすがの浴衣、線香花火しながら見てます。嘘。ヒットさん どうですか、水色の浴衣は。 こんばんは、皆様。ヤノピーさん、こんばんは、ありがとうございます。エリザベスさん、コトちゃんのこの配信への思いが伝わります。もう絶対絶対絶対1位がいいです 頑張りたいです。ヤノピーさん、ハートありがとうございます。ヒットさん、ダイヤモンド、ダイヤのリング、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです、本当に。みゆきさん、招き猫ありがとうございます。ヤノピーさん、ワンポイントありがとうございます。ゆかりさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。エリザベスさん、ワンポイントありがとうございます。ヒットさん、素敵、ありがとうございます。ヤノピーさん、応援ポイントありがとうございます。ラッキーさん、初見です。はじめまして、こんばんは。コメントありがとうございます。エリザベスさん、とても似合ってますよ。ありがとうございます。嬉しいです。みゆきさん、応援ポイントありがとうございます。こんな髪型自分でしたことないので、ちょっとね、難しかったんですけど、もうちょっとこっちから撮ってもよかったのかな。 ゆかりさん、浴衣いいねって、ありがとうございます。嬉しい。ちょっと、今日でも東京のどこかで絶対にあれやってますよね、お祭り。誰か皆さん知ってます？ すごい興味ました、浴衣着て歩いてる方。のりまき先生、ホールケーキありがとうございます。ありがとうございます。ゴリラさん、ケイ君のおかげでもうすすめち。嬉しい、ありがとうございます。だってまだ始めたぶん10分くらいしか経ってないのに、6000人ぐらいの方が見てくれてますよね。なんかもう怖いんですけど。さやさん、寒色系も似合うんだね。なんか水色、この水色の浴衣はすごい店員さんにいいですって言っていただいて、でここにね、いろんなところに蝶々がいます。見えるかな、なんか蝶々、黄色は蝶々です。蝶々 蝶々、アゲハチョウ？いや、そんなあれはないな、多分普通に蝶々です。 ヤノピーさん、初めて、浴衣初めて見たけど、かわいいね。ありがとうございます。あ、前回の配信は、あ、そっか。ヤノピーさんいらっしゃらなかったんですかね。浴衣で配信したんですけど。ひろきちゃん、1万人行くかな？行ってほしいですね。あらちゃんさん、ことちゃん、おつことです。おつことです。おつことです。ショコラさん、こんばんは。さやさん、めっちゃ可愛いって嬉しいです。ありがとうございます、さやさん。ショコラさん、ハートありがとうございます。応援ポイントたくさんありがとうございます。皆様、こんばんは。ゴリラさん、目指せ1万人。行くかな、行くかな。ショコラさん、応援ポイントありがとうございます。本当に嬉しいです。皆さん、応援していただいてありがとうございます。バサラのこの広告モデルオーディションに参加中です。絶対1位になりたいので、皆さん、応援よろしくお願いいたします。ゴリラさん、のりまき、あれ？ゴリラさん、パラシュート。 ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。のりまき先生、ワンポイントありがとうございます。さやさん、もう1万人。あ、本当だ、1万人超えた。すごい、ありがとうございます。ひろきちゃん、ファンが増えるのも嬉しいですね。ひろきちゃん、ありがとうございます。なな、な、な、生中さん？生さん、生中さん。 来週月曜日、誕生日。おめでた、まだまだか、おめでとうございます。ゴリラさんは1万人超えた、すごい、ありがとうございます。なりまき先生、ゴリラさんの応援力もかなりすごいです。本日ありがとうございます。噛んだ、すごい噛んだ。あらちゃんさん、今日のことちゃんの言い方もいいですね。ありがとうございます。前回はちょっとね、黒と白な感じだったんですけど、今回は水色の浴衣を着てみました。本当はね、なんかこれの刺繍がここに入ってるんですけど、ギュッて締めたらいなくなりました。ヒロさん、パチパチありがとうございます。アイナンさん、はじめまして、よろしくお願いいたします。コメントありがとうございます。ひろきちゃん、あっという間に超えたの、あっという間に超えました。嬉しいです、ありがとうございます。ゴリラさん、見てくれてる方、ことちゃんのご、ぜひフォローしてあげてください。ゴリラさん、ありがとうございます。皆様、ぜひ、インスタグラムとツイッターと、LINE ライブのフォローお願いいたします。あらちゃんさん、今日のスクショもちろんです。ぜひ。ヒートさん、明日七夕なので、あちこちやってるな、明日の七夕なんで。あ、だからか。だから、七夕のお祭りですか。なるほど。そうなんですね。
面影さん、今日も可愛いね。ありがとうございます。嬉しいです。翔さん、おすすめ1位はさすがですね。ありがとうございます。こんばんは。ヒットさん、またダブった。アイナさん、なんて呼べばいいですか。ことでも、ことっていう名前なので何でも大丈夫です。翔さん、キャンディピンク、ありがとうございます。こうちゃんさん、こんばんは。バンチャ。バンチャ。翔さん、キャンディたくさん、ありがとうございます。さえさん、これは2万人いく。いきますかね。 どうでしょう。どうなんでしょう。え。ひろきちゃんがスポーツカーを。嬉しい。ありがとうございます。スポーツカー、スポーツカー、ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。どこだ。さえさん、ツイッターのアーカイブ見ました。 ちょっとあれ恥ずかしかったです。ひよりんさん、初見やけどめっちゃ可愛い。ありがとうございます。こんばんは。どうも。面影さん、舌足らずな感じがいつも可愛い。いいことなんですか、それは。さえさん、ついててどうなのって思ったけど、可愛くてよかった。ありがとうございます。ゴリラさん、ひろきちゃん、すげえ。本当に、すごいです。ありがとうございます。ヒットさん、1万5000人、本当にすごいですね。ありがとうございます。アラちゃんさん、今日の髪型、可愛いです。なんかね、YouTube 見てやったんですけど、いけてますか？ ちーちゃんさん、ことさん、はじめまして、はじめまして、コメントありがとうございます。はじめまして、あ、2回言ったか。みゆきさん、応援ポイントありがとうございます。のりまき先生、ことちゃん、今夜は2万人いきますかね。 どうでしょう、いたら嬉しいです。ゴリラさん、お迎えですね。本当にひろきちゃん、ありがとうございます。もう嬉しい。嬉しい。ちーちゃん、高校1年生です。高校1年生、若い。お願いいたします。デスパイネさん、かわいい、ありがとうございます。ヒットさん、ありがとうございます。アイナンさん、かわいい、ありがとうございます。嬉しいです。のりまき先生、スポーツカーすごい、ことちゃんに似合います。嬉しい、本当にありがとうございます。ヒロさん、応援ポイントありがとうございます。ゴリラさん、スポーツカー。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、本当に嬉しい、ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。どこだったっけ。ゴリラさん、本当自分で着付けて髪の毛やってるとか、もっと自慢してもいいのに、ことちゃんらしいわ。ひろきちゃん、ゴリラさんも、あ、これでお迎えに行きます。一緒に迎えに。 ありがとうございます。 ありがとうございます。ひよりんさん、浴衣着ている時の男性がキュンってするやろうなっていう仕草をやって。なんだろうね。浴衣着てるとき、浴衣着てたら多分何でも可愛いと思います。 めっちゃ適当。ゴリラさん、謙虚なのってとんでもない。ゴリラさん、スポーツカーありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあ僕もどっちに乗りますか？どっちも。交代交代に乗る。アイナさん、ことちゃんって呼んで、もちろんです。ことちゃんでいいです。ありがとうございます。嬉しいです。さえさん、2万人超え。わ、本当だ、2万人超えた。すごい、ありがとうございます。ヒロさん、応援ポイントありがとうございます。ちんちゃん、コットさん、浴衣めっちゃ似合って嬉しいです。ありがとうございます。ロリマキ先生、ゴリラさんのスポーツカー、スポーツカーラッシュ、本当に嬉しい。ありがとうございます。リスナーさんに真摯に向き合ってるのがいいね。本当ですか、面影さん、ありがとうございます。ちいちゃん、その絵めっちゃ美人で可愛い、ありがとうございます。ありありってちょっと、ありがとうございます。のりまき先生、皆さんの絵力すごい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。しょうさん、2万人超えた。本当に2万人超えました。びっくり。クレハさん、お綺麗ですね。ありがとうございます。こんばんは。コメントありがとうございます。ゴリラさんを2万人。やったやった、嬉しいです。 嬉しい。皆さん、ありがとうございます。配信見ていただいて。浴衣の広告イベント、何日目？ 5 日目です。はい、5日目なのですけれども、あと2日あります。 皆さん、応援よろしくお願いいたします。ぜひぜひお願いいたします。39さん、ハートありがとうございます。ひるきちゃん、ゴリラさん、お先にどうぞ。僕、俺は2番目で。じゃんけんしましょう。ヒットさん、すごい AKB 配信レベル。AKB 配信レベル、すごい。
皆さんありがとうございます。スリナインさんワンポイントありがとうございます。エリザベスさん招き猫25個もありがとうございます。嬉しいです。スリナインさんこんばんは、素敵でありがとうございます。生ラメっこい。ヒロさんまだすごい増えてる、本当だ、ありがとうございます。いつでも温かい顔ではいいます。ヒロさん、キャンディーピンクありがとうございます。皆様はじめまして、どうも。こんばんは。ヒラの弟子さん、コトさんこんばんは。こんばんは、今日もありがとうございます。皆さんもしよろしければフォローの方お願いいたします。ショウさんフォロワーまた30人で1000人ですね。いやー1000人行きたいです。皆様フォローお願いいたします。クレハさんこっち向いて3秒笑ってください。3秒結構長い。おもかげさんこんばんは、愛してる、ありがとうございます。嬉しい、本当にこんばんは、ありがとうございます。アイナさんまたゆっくり来ますね。またお待ちしております。ありがとうございます。またね。スクシャありがとうございます。のりまき先生、ことちゃんの素晴らしさを2万人以上に伝えられて素晴らしい配信です。本当にありがとうございます。アイナさんバイバイ。ウェリダさんかわいい、ありがとうございます。嬉しい、本当に本当に本当にありがとうございます。ひろきちゃん癒されますな。ん、癒されますは。はえ、イザベルさん頑張ってる、カトちゃん、見てるとつい熱くなります。ありがとうございます、本当に嬉しい。平野ですよ、すごい大人っぽいですね。あ、大人っぽいですか、本当にですか。なんか今日はちょっとどうなんでしょう、大人っぽいのかな。ありがとうございます。シェアありがとうございます。ヒットさん浴衣スクショもちろんありがとうございます。クレハさんバイバイ、ありがとうございます。またお待ちしております。ひろきちゃんもう毎日一緒にいるみたいな気持ちです。いや本当にそんな風に思っていただいて嬉しいです。ひらのですさんスクショはいもちろんありがとうございます。おもかげさんこんなに可愛い人が職場にいたらな、職場に私が。アーポンさんハートありがとうございます。すごい、ありがとうございます。嬉しい。本気のイベント、本気イベント参加中です。バサラさんの浴衣広告モデルオーディション5日目です。あと日曜日と月曜日で、8日の9時じゃない、23時59分59秒までです。皆さん絶対私1位になりたいので応援をよろしくお願いいたします。よし。さやさん、今度遅れ毛多めのふんわりヘアもしてやってみたいです。でも私遅れ毛って、私のこの全部髪の毛の長さってもできますか。私ちょっとわかんないんですけど、できますかね。ヒットさん踊りの先生のようチントンシャンって言ってみて。ひろきちゃんこのイベントのおかげで毎日ことちゃん見れて幸せです。ありがとうございます。ひろきちゃん本当にありがとうございます。皆さんフォローありがとうございます。プーさんハートありがとうございます。ヒューリンさんキャンディーありがとうございます。おたひかラブさんこんばんは、はじめまして、コメントありがとうございます。ヒューリンさんキャンディーありがとうございます。ゴリラさんティアラありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ヒヨリンさんキャンディーありがとうございます。平野弟子さん、コトさんが会社にいたら仕事が手につかない。いやいやいやそんなことないです、絶対。ヒロさんキャンディーありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい。斉藤さん浴衣可愛い似合ってる、ありがとうございます。嬉しいです。はじめまして。のりまき先生、ことちゃんの知名度が日に日に上がりますね。そうだと嬉しいです。さやさんそうなの長いからできないかもと思ってるんだけど、ふんわり、私もでもふんわりやってみたいです。セット一回頑張ってみますね、今度、うん、明日。平野ですさんおポイントありがとうございます。グローブさんこんばんは。ゴリラさん、ケイ君がこんなに頑張ってくれたのに俺も頑張らない、はい、ありがとうございます。本当にグローブさん、ピーン、セルリアンブルーパパさん、あ、こんばんは、今日もありがとうございます。応援ポイントありがとうございます。のりまき先生応援ポイントありがとうございます。ゴリラさんもハート応援ポイントありがとうございます。のりまき先生テレビありがとうございます。嬉しいです。ヒロさんキャンディーありがとうございます。皆さんありがとうございます。チェンジマメさん応援ポイントありがとうございます。ひできさんこんばんは、ことちゃんお願い、ひできって呼んでください、ひできゆうさんこんばんは。ひろきちゃんキャンディーパンブルたくさんありがとうございます。ありがとうございます。親指がありがとうございます。
ありがとうございます、ひろきちゃん。すごーい。ありがとうございます。ゴリラさん出た、ひろきちゃん。チェンジ豆さん、応援ポイントありがとうございます。すごい。親指大丈夫ですか？ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。ずっと見ちゃう見ちゃう。さえさん、石原さとみが可愛すぎるなと思ったんだけど、琴ちゃんが似てると言われてる。誰より似てると思ってる。今日この頃、石原さとみさんですか？初めて言われました。ん、違う。ひろきちゃん。ひろきちゃん、すごい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 。ヒットさん、すごい勢い。3万人いくぞ。行けますかね。行くのかな。皆さんフォローありがとうございます。ひできさん、ありがとう。ことちゃん大好き、ありがとうございます。こちらこそ、嬉しいです。ひろきちゃん、ひろきちゃん、すごい。すごい、ありがとうございます。300個。すごい、本当にありがとうございます。エリザベスさん、ひろきちゃん素晴らしい、本当にありがとうございます。ひできさん、応援ポイントありがとうございます。これはなんて読むの。たいさん、応援ポイントありがとうございます。ひろきちゃん、本当に親指やるな、ありがとうございます。本当にありがとうございます。さやさん、そう、石原さとみに似てる、初めて言われました、さやさん。嬉しい、本当に。ひろきちゃん、これが本気のキャンで、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。エリザベスさん、涙が出そう。ひろさん、キャンディーパープル、ありがとうございます。かよさん、ハートありがとうございます。あらちゃんさん、リスナー人数がすごい、本当に私も初めて見ました。さやさん、ひろきちゃん、すばらアスパラみたい。よしさん、こんばんは。こじちゃん、こんばんは、ありがとうございます。今日もこんばんは。はっちゃきさん、応援ポイントありがとうございます。エリザベスさん、バラありがとうございます、ありがとうございます。ひできさん、ねえ、ことちゃん、お願い、スクショ撮って。もちろんです、スクショはもう適当にお願いいたします。はい、のりまき先生、応援ポイントありがとうございます。ひろきちゃん、本当にありがとうございます、嬉しい。ゴリラさん、3万人目指して頑張れ頑張れ頑張れ。頑張。本当にありがとうございます、皆様。今日はなんかね、光があれだから、なんかちょっとね、これつけた方がいいのかな、ライト。どうなんでしょう。でも多分途中で消える。ちょっとの間ライトつけます。スクショお願いいたします。ライトつけますので、スクショお願いいたします。ひろきちゃん、3万人はやばいな。ねえ、びっくりです、びっくりです。もうちゃんと言えなかった。さやさん、アスパラ。すばら、アスパラ。違いますね、全然、ごめんなさい。はい、ちょっとライトをつけてみました。変わんない？本当ですか？もうちょっとじゃあ段階上げます。のりまき先生、30分で3万人、本当に。60分で6万人。頑張ります。目指すではないですかな。どうですか？ちょっと明るくなりましたよね。でもこれあんまり電池持たないのですぐ消えると思います、すみません。よしさん、かわいい、ありがとうございます。今日もありがとうございます。ヒットさん、ライトつけてみました。ひろきちゃん、ことちゃん、とりあえず簡単な自己紹介してみましょう。はい、はじめまして、村田琴と申します。今は21歳なんですけれども、来月22歳になります。普段は女優さんとモデルさんとして、活動させていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。あと、私は大阪出身です。普段はバリバリ関西弁なんです。はーいって感じで、ゴリラさん、かわいい、ありがとうございます。クワバラヒロキさん、はじめまして、こんばんは、コメントありがとうございます。エリザベスさん、これ違うな。のりまき先生、応援ポイントありがとうございます。ヒラノデスさん、かわいい、ありがとうございます。ヒロさん、招き猫ありがとうございます。やったー、明るくなった。でもまたすぐこれ消えますよ。アラちゃんさん、コトちゃん、正面でスクショポーズ。こんな感じ。
秀樹さん、ありがとう。こてちゃん、かわいい。そして美人さんですね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。さやさんね、本当にかわいい。助けて。なんですか。純一郎さん、はじめまして。フォロー、ありがとうございます。フォローお願いいたします。ゆいちゃん、こんばんは。今日もありがとうございます。遅くなっちゃったって、お待ちしておりました。はちゃきさん、ティアラ、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。桑原ひろきさん、着付けは自分でしました。はい、自分、髪の毛も自分です。そう、自分なんですこれ。そう、ひろきちゃん、皆様出勤の方よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。フォローの方も皆さんよろしくお願いいたします。あらちゃんさん、今日のことちゃんも可愛い。ありがとうございます。このライトが消えなきゃいいけど、どうなんだろう。平野でさん、また来ますね。またお待ちしております。ありがとうございます。ひろさま、ねきねこグリーン、ありがとうございます。のりまき先生、皆様ハート、ハートしてください。お願いいたします。みゆきさん、応援ポイントありがとうございます。平野でさん、応援ポイントありがとうございます。桑原さん、何分かかりましたか。着付けだけだと15分くらい。髪の毛は私こういうの苦手なんですけど、 YouTube 見ながらやって、何分だろう、でも10分くらいだと思います。はい、ゆいちゃん、応援ポイントありがとう。さやさん、3万人まだ行ってないです。平野さん、応援ポイントありがとうございます。エリザベスさん、本当にこんな方が地上波に出ないの、嬉しいです。頑張りましょう。ゆいちゃん、応援ポイントありがとうございます。嬉しい。エリザベスさん、応援ポイントありがとうございます。ヨシさんも応援ポイントありがとうございます。リーちゃんさん、仕事電車降りるまで見ます。お願いいたします。ありがとうございます。ヨシさん、応援ポイントありがとうございます。ゴリラさん、そんなに早く着付けできるの。そうですかね、早いのか遅いのかわからないですが、はい、着付けております。ひろきちゃん、ハートでことちゃん応援しましょう。ありがとうございます、ひろきちゃん。よしさん、応援ポイントありがとうございます。のりまき先生、ライトの効果でことちゃんさらに美しく。ちょっとライトがでもね、もしかしたら消えちゃうかもしれないので、私はそれが怖いですけれども、明るい方がいいですよね。ゴリラさん、皆さんハート送ってあげてください。皆さんハートお願いいたします。ハートで応援してください。こうちゃんさん、こんばんは。今日もありがとうございます。またまた、いらっしゃいませ。いらっしゃいませじゃないな。しょうさん、3万人超えた。本当だ。ありがとうございます。あ、ひろじさん、こんばんは。すごーい。よしさん、3000、間違えた、3万人か。すごーい、超えた。皆さん、ありがとうございます。ヒトさん、すごい。ヨシさん、3万人、超すごい。すごいです。ヒトさん、すごい。3万人、おっちゃんの田舎の市の人数一緒。あ、本当ですか。タナカンさん、こんばんは。ヒロジさん、いや、浴衣素敵で、ありがとうございます。着てみました。ゴリラさん、皆さん、ありがとうございます。タロタロさん、まあ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 、かわいい子、ありがとうございます。こんばんは。ケイ君様も聞いて喜んでいただきたいです。ケイさん、見てますか。のりまき先生、ありがとうございます。はっちゃきさん、目の手術した、また来るね。はい。はい、とか。静香さん、かわいよさ、ありがとうございます。こんばんは。ソルトさん、ありがとうございます。ひろきちゃん、3万人の方に見ていただいて、とても嬉しいです。フォローしてください。はい、ハートもよろしくお願いします。皆さん、お願いします。フォローありがとうございます。ソルトさん、こんばんは。リーちゃんさん、ニートの圧倒的なさ、いや、本当に皆様のおかげです。のりまき先生、バラありがとうございます。ありがとうございます。ひろじさん、かわいい、髪型も素敵、ありがとうございます。ちょっと頑張りました、 YouTube 見て。はい、3万人超えました。静香さんはもうほんま可愛いの。ありがとうございます。こうちゃんさん、ことちゃん、浴衣がよく似合ってるね。ありがとうございます。嬉しいです。のぞむさん、ことさん来たよ。ありがとうございます。こんばんは。今日もありがとう。のりまき先生、ことちゃん、もしかして星座です。はい。星座してます。たろうたろさん、無断でフォロー。はい、もちろんです。お願いいたします。そして何 ?3 万人って。すごい。本当に、本当にありがとうございます。グリラさん、正座してて大丈夫?大丈夫です。アラちゃんさん。誰?ひろきちゃん、ケイ君アーカイブ見たら、絶対、もう絶対驚いてもらえると思います。のぞむさん、応援ポイントありがとうございます。ゆうじさんも応援ポイントありがとうございます。ひろきちゃん、ファイトありがとうございます。
ひろさん、招き猫ありがとうございます。皆さんありがとうございます。嬉しい、本当に。皆様こんばんは。ちょっとライトのね、これ電池をねしますね。こんな感じで、はい。チャイナドレスも似合うと思う。チャイナドレス着てみたいです。のりまき先生、モデルさん、センサーはあかんです。大丈夫です。センサーした高さがちょうどいいんです。はい、タルタルさん、フォローしました。よろしくね、よろしくお願いいたします。ケアノギさん、こんばんは。今日もありがとうございます。皆さんありがとうございます、本当に。どこだ。ゴリラさん、ゾラさん、なんちゃってる方してほしかった。ゾラさん今日いない。ひろきちゃん、ライトちっちゃい。これ300均なんです。タラタラさん、タラタラがフォローというストーカー行為を始めました。あ、本当ですか、ありがとうございます。なりまき先生、正座して配信する人はことちゃんだけ。いや、でも浴衣着ているので、今日は、はい。さえさん、この前の浴衣より今日の方が濃い。あ、本当ですか。まあこっちの方が女の子っぽいですよね。本当にありがとうございます。皆様こんばんは。のりまき先生、今夜ヒゲシャンさんも、あ、本当だ、ヒゲシャンさんがまだいらっしゃってないんですね。のぶちんさんもいない。でも今日はゾラさんがいないんです。皆様こんばんは、こんばんは。アットマークの、なんだっけ、こういうの、個人的なやりとりはちょっと私コメント読めなくなっちゃうので控えていただきたいです。カンプラさん、カンプラさん、浴衣姿いいですね、ありがとうございます。こんばんは。ゴリラさん、本当だ、ヒゲシャンさんもびっくりだわ、本当に。アラちゃんさん、定期ありがとうございます。ひるきちゃん、大輔さんは、大輔さんもいらっしゃってないですね。ゴリラさん、まさか3万人超え、本当にありがとうございます。カンプラさん、応援ポイントありがとうございます。さん、あ、ディースケさんか。ディースケさん、皆さん、浴衣の今、広告モデルオーディションをに参加しています。何を言うのか分かんなくなっちゃった。そう、皆さん本当に応援ありがとうございます。あと2日間ありますので、どうぞ残りもよろしくお願いいたします。ひらじさん、今東京出ました。お蕎麦屋さん探せなかった。本当ですか、お蕎麦屋さん。ゴリラさん、ことちゃんの前言っちゃった、普通に、普通に大輔さんって言っちゃいました。ウェザーさん、ハートありがとうございます。ケアノギさん、ことちゃん、その浴衣姿で一緒にお祭りデートしたい。ありがとうございます、嬉しいです。ありがとうございます。さやさん、お姉ちゃんとお揃いとか着てないと思います。はい、浴衣は着てないと思います。いやー、本当に。のぞむさん、浴衣似合ってますねって、ありがとう。かとちゃん、かわいい、ありがとう。紫とかの浴衣も似合いそうだけどな、小学生の意見、ありがとう、また着てみます。ウェザーさん、応援ポイントありがとうございます。ヒットさん、ハートありがとうございます。のりまき先生、めったにお願い事を言わないことちゃんから後をくれ。いや、本当にすみませんね。全部読んじゃうんです、私。ゴリラさん、パラシュートありがとうございます。嬉しい。ヒトさん、ワンポイントありがとうございます。はやちゃん、こんばんは。ゆたかさん、はじめまして。こんばんは。コメントありがとうございます。はやちゃん、待って、浴衣やばい。ありがとう。ヒトさん、ワンポイントありがとうございます。はやちゃん、ケンノギさん、ハートありがとうございます。皆様ありがとうございます。こんばんは。はやちゃん、応援ポイントありがとうございます。いや、本当に嬉しいです。こんばんは。いや、本当に嬉しいです。あと2日間イベントございます。皆様どうぞ応援をよろしくお願いいたします。ポッコさん、着物美人ですね。ありがとうございます。こんばんは。ひろきちゃん、皆さん、控えましょう。お願いいたします。のりまき先生、ゴリラさんの浴衣、本当にありがとうございます。はやちゃんさん、浴衣か、ありがとうございます。嬉しい。ポッコさん、ハートありがとうございます。あ、ゼロさん、こんばんは。今日もありがとうございます。こちら浴衣かいて、嬉しいです。ありがとうございます。ポッコさん、ポイントありがとうございます。ゼロさん、ハートありがとうございます。はやちゃん、こんばんは。3日目くらいかな、来たの。そうかな。
3日目くらいかな。ヒラさん、大輔さん、他の配信でコメしてるの見るけど、大輔さん。もう、ジェロさん、応援ポイントありがとうございます。のぞむさん、あといっぱいつく、大丈夫です。コタちゃん、反省、大丈夫、大丈夫、もう大丈夫です。ひろきちゃん、ゴリラさん飛ばしますね。ゴリラさん飛ばしますね。何を飛ばすんですか？ポコさん、応援ポイントありがとうございます。ケヤノギさん、その浴衣の色はコタちゃんのイメージカラー。あ、本当ですか？私、けど、ピンク色が好きなんですね。でも、なんか、これをお店の方が、なんか持ってきてくださいました。さやさん、ぶっちぎって1位になってほしい。頑張ります、さやさん。皆さん、応援よろしくお願いいたします。あらちゃん、こてちゃん、めっちゃ浴衣似合ってんの。ほんまに可愛いで。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。ゴリラさん、ひろきちゃん、キュッキュ様だな。本当にありがとうございます。応援していただいて。この配信が終わってからまた、9時半から、配信する予定ですので、皆様、フォロー、お願いいたします。お願いいたします。ヒトさん、その姿でおそば屋さんいたらやばいな。いや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 、全然普通の、真っ黒の服着て、白の、なんだっけ、エプロンしてます。はやちゃん、昨日のツインテールといい今日の浴衣といい、本当にありがとう。はやちゃん、まことちゃんは違うの、嬉しい、本当にありがとう。そんなことないんだけどね。ひろきちゃん、俺も微力ながらがありがとうございます。本当に嬉しいです。エリザベスさん、ことちゃんの日の朝格別です。ありがとうございます、エリザベスさん。のぞむさん、ことちゃんのイメージカラー紫じゃない、初見の時はそう思った。本当にでもね、何色も好き。のりまき先生、今夜は K さんはお仕事だと思います。わかんないですけど、多分昨日お仕事で来れないって言ってたような気がします。のぞむさん、てかホワイトボード、そう、ダイソーのやつ私持ってる、一緒、あ、そろい。そう、ダイソーで買いました。のりまき先生、ことちゃんのイメージカラーはピンク。私の中ではそうなんですけど、もしかしたら違うかもしれないですね。エリザベスさん、キャンディーありがとうございます。ヒトさん、もはやアイドルを超えた。3万人超え。皆さん、ありがとうございます。見ていただいて。そう。なんか、私はピンク色が好きなんですけど、本当はもしかしたら、なんか、こういう色なのかも、かも、かもしれないですね。のぞむさん、行った帰りで、ありがとう。また待ってます。もう嬉しい。次の配信で待ってます。ありがとう。はやちゃん、お母ちゃんもこんな浴衣に合う人いないんじゃないって言ってる。嬉しい、ありがとうございます。親子絶賛のこと、ありがとうございますとお伝えください。ありがとうございます。次は9時半からです。次9時半から配信します。30分空けて、9時半から配信する予定です。キアノギさん、お祭りの出店で綿菓子とか持ってたんです。私、綿菓子好き。すごい、キアノギさん、ありがとうございます。ひろきちゃん、パラシュートありがとうございます。嬉しい、やった、ありがとうございます。やった本当にありがとうございます。のぞむさん、何時からだけってしようとした、ごめんね。じゃあバイバイ、また後でね、ありがとう。さやさん、青も似合うけどピンクも似合う、ありがとうございます、ありがとうございます。本当に、ひろさん、ことちゃんは白のイメージ。まあ、本当ですか？まあ、でもなんか、何、いろんな色言われますね、私。ヒロさん、招き猫ありがとうございます。ゴリラさん、ヒロキちゃん、センキュー。ヒロキちゃん、ありがとうございます。本当に。のりまき先生、今、ハートゼロになったから、次の配信までにまた、ありがとうございます。のりまき先生。ゴリラさん、ゾラさんの代わりに。ゾラさんの代わりに、センキュー。ありがとうございます。ね、なんかね、ありがとうございます。本当に、嬉しいです。すごい、もう本当にすごすぎる。皆さん、ありがとうございます。本当に、でも絶対今回のこのイベントは、1位になりたいので。皆さん、応援よろしくお願いいたします。はやちゃん、もうテスト終わったから集中してこの配信見るから嬉しい。テストお疲れ様、本当にありがとう。ひろきちゃん、ごいらさん、ありがとうございます、ありがとうございます。でも明日試合じゃない。キャンノギさん、キャンディありがとうございます、嬉しい。のりまき先生、今夜はお出かけの予定ですが、ことちゃん見通して動けません。のりまき先生、大事なお出かけじゃないんですか？ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。せいさん、逆に似合わない色、ないんじゃない？多分あります。黄色とか。黄色、みたいな黄色とか。せいさん、逆、あ、読んだこれ。こんばんは、皆様。どうも。
今3万5千人行きましたね。すごーい。プリンさんハートありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。ひろきちゃん、のりまき先生キャバですか？ストレートに聞きますね。ストレートですね、かなり。はやちゃん、今日試合だったんだけど雨でグラウンドの状態悪くて中心の、あ、そうだったんだ、そっか、今日雨降ってたもんね。明日もあるけど雨で潰れたら、本当だ、本当だね、雨やめばいいけど。ひろじさんハートありがとうございます。ゴリラさん、それにしてもこんな人数本当にありがとうございます、嬉しいです。さえさん、黄色似合うよ。あ、本当ですか？ケヤナギさん、蛍光色の黄色というか、なんか黄色黄色かなって勝手に思ったんですけど。ケヤナギさん、蛍光、あ、これ読むな。なりまき先生、あはは、今夜はキャバ巡りの予定です。ひろじさん、応援ポイントありがとうございます。あらちゃんさ、着ると絶対何色でも似合うと、ありがとうございます、嬉しいです。ひろじさん、応援ポイントありがとうございます。ようさんハートありがとうございます。ヒットさん、変顔、これす、あれ、私あの寄り目でいきます。寄り目しますか。ゴリラさん、せっかくだからスクショタイム、スクショ。なんか何しよう、浴衣着てるってね、あんまり手広げられないからな。スクショはもうでも適当に撮ってください。なんか、遠い方がいいのかと。最後の練習試合なんだよね、明日。だったら本当に晴れてほしいですね。願っておきましょう。ひろじさん、スクショ。ゴリラさん、変顔もあり。ひろさん、黄色ってあんまり見ないような。確かに。はいちゃん、明日終わったら多分、大会初戦まで試合。あ、そうなんだ。そっか。ひろきさん、スクショタイム。